アーロン・クレスウェルは、イングランドマーチー・サイド州リバプール出身のサッカー選手。プレミアリーグウエストハム・ユナイテッド FC 所属。ポジションは DF。イングランド代表。リバプールで生まれ育ったクレスウェルは、小学生時に、同じマーチー・サイド州に、本拠地を置く。トレンメア・ローバーズ FC のアカデミーに入団。ユースチームで力をつけ、2008年にプロデビュー。 主力として活躍した後、2011年7月に、イプスウィッチタウン FC に移籍。新天地でも、主力として活躍した。2014年7月3日、ウエストハムユナイテッド FC と契約し、念願のプレミアリーグでのプレイが実現。2014から15シーズン開幕戦の、 トッテナムホットスパー FC 戦でプレミアリーグデビューを飾り、11月の入滑するユナイテッド FC 戦ではプレミアリーグ初ゴールを決めるなど加入1年目ながら不動の左サイドバックとして奮闘し、リーグ戦全38試合に出場。クラブが選ぶ年間最優秀選手に選出されるなど充実したシーズンを送り、7月には2020年までの契約に、 同意した。2019から20シーズンは、第6節のマンチェスターユナイテッド FC 戦で、試合終了間際に追加点の2点目を決め、2から0の勝利に貢献した。2019年10月9日には、契約を2023年まで延長した。世代別代表でのプレー経験はなかったが、2016年11月16日に行われたスペインとの親善試合で、 後半34分から途中出場を果たし、イングランド代表デビューを果たした。ありがとうございます。